今回は日向坂46ドキュメンタリー3年目のデビュー、この映画をご紹介していきたいと思います。早速ですが皆さん、日向坂46ご存知でしょうか？僕は普段オルタナティブロックしか聞かなくてですね、アイドルは本当疎いんですけれども、オードリーのオールナイトニッポンのラジオで知って、そこから一緒にやってる冠番組日向坂で会いましょうを見るようになって、見るたびに彼女たちに魅了されてしまって、そこからはね、沼に落とされているような状況です。今回はそんな彼女たちを追ったドキュメンタリー映画のご紹介です。大きな出来事を追いかけたというよりは、彼女たちの歩みを追いかけたドキュメンタリーになっているので、この映画の魅力的なところを内容を踏まえながらお話ししていきたいと思います。全部を話すわけではないので、これを見たからといって映画の楽しみが削がれることは一切ないと思います。僕は新参者なので、足りない部分もあるかもしれないんですけれども、ファンの人たち、ひいては日向坂のファンじゃない人たちにも見たくなるようなお話をしていきたいと思います。まずこの映画の概要を簡単にご紹介していきたいと思います。監督は竹中雄介さんという方ですね。 TBS のテレビプロデューサーでいろんな番組を手掛けて、 SKE48 のドキュメンタリーも手掛けられたことがあります。この映画とは別でドキュメンタリー番組が日向坂にあるんですけれども、それを作ったスタッフがこの映画も手掛けられているという、彼女たちと距離感が近い人たちが今作を手掛けられています。もうすでに劇場公開は終わっているんですけれども、この2021年1月20日つい最近ですね、 DVD が発売されて、この YouTube の方でもレンタルで見ることができました。値段も400円ぐらいで、僕はそちらで鑑賞しました。 YouTube で見るメリットとしては、コメント欄がつくので、映画を見ながら、さらにはそのコメント欄を見ながら楽しむっていう二重の楽しみ方があると思います。ざっくりとしたあらすじだけを紹介しますと、今作は先輩グループでもある欅坂46の存在に常に圧倒されながらも、ひらがな欅として活動した3年間にグループとしてのオリジナリティを求め続けて、徐々に人気を獲得してきた苦悩とつながりの物語となっております。まず最初に自分が面白かったかどうか結論からお話ししたいと思うんですけれども、正直な感想としてはマジで泣きそうになりました。正直ここ 2,3 ヶ月で好きになったので、こう感情移入する部分はそこまで多くないのかなとは思ったんですけれども、結構危なかったですね。逆境から始まる物語として魅力的でしたし、彼女たちのその成り立ちも相まってドラマチックな物語になっていました。あとはアイドルってやっぱり競争もあると思うんですけれども、そことはまた違った立ち位置なのも面白かったです。何かに挑戦しようとしている人や、元気や前を向く力をもらいたい人、他にも思いやりや手助けが中心としたドキュメンタリーになっているので、優しさがつながっていく物語として観客の心を温めてくれると思います。この作品の魅力を3つのポイントでご紹介していきたいと思います。まず魅力1つ目、大きな欅の木の下で。この日向坂46というのは誕生がかなり特徴的になっています。もともとは欅坂46というグループが作られる時に、長濱ねるさんという人物が最終審査で親御さんに連れ戻されるということから始まります。連れ戻された彼女が落胆しきっている様子を見て、親御さんは運営に相談をします。そこで特例として欅坂46のアンダーグループとして、ひらがな欅という二軍のような立ち位置でこのグループはスタートしました。そして後に日向坂46へと改名していくことになります。このひらがな欅というグループは非常に特例によってできたグループです。しかも一軍とも呼べる欅坂46自体が新しいグループ、そこのさらに新しい株としてのグループ、しかも長濱ねるさんという一人を中心としてできたグループなので、メンバーたちは非常に日陰の存在から始まることとなります。そしてさらに欅坂46という新しいグループは、ファーストシングルがあのサイレントマジョリティ、いきなり世間を騒がせるアイドルとなってしまいます。そんな大木の陰に隠れることとなってしまった彼女たちは、あまり出番もなく端っこで一軍の姿をただただ見つめるだけ、握手会をやっても列はガラガラ、しかも華々しいデビューを飾った欅坂とは違って、ひらがな欅の彼女たちのことを地味で未熟な存在として、ファンの人たちからも結構心ない言葉を浴びせられていきます。いわば自分たちの名前すら居場所すらないようなところから始まる彼女たち、そんな二重三重という厳しい現実が刻まれ、アイドルという華々しいだけではない影のドラマとして見ているこちらを釘付けにしてきます。この作品の魅力2つ目、繋いだ手を離さない。そんな逆境しかない日々の中、メンバーたちは少ない出番を一つ一つ積み重ねていきます。キャプテンの佐々木久美を中心に、影の薄い存在と見られていた彼女たちは、
実はとても素敵なメンバーたちが集まっているんだと確信を持ち、メンバーたちのつながりが深まっていきます。アイドルグループっていうのはグループ内での選挙だったり競争が一つ盛り上がる要素としてあると思います。ですがこの日向坂のメンバーたちはグループ全体で何とかしようという競争ではなく助け合いで成長していきます。母体がもともと大きい坂道グループとして確実にファンは増えていきます。ですが急に舞踏館を単独でやることになってしまったり、突如メンバーが出られなくなってしまってフォーメーションを入れ替えたり、大きなグループのアイドルがゆえに自信がないまま大舞台に立たなければいけないという10代のか細い少女たちが日本でもトップレベルのプレッシャーと不安に負けないようにピンチを乗り越えていく姿が描かれていきます。それをメンバーたちの支え合いによって進んでいきます。誰かが抜けてしまっても誰かが助けてくれる、そうしたことでまた誰かを助けようとしていく、日向坂というグループだからこそ生まれる温かい空気感による手助け、幇助の連鎖ですが、もちろん仲良くなった分厳しくしなければいけない部分も出てきます。つながりが深まっていく彼女たち、冠番組も始まりますが、その中で休業し、そしてそのまま脱退してしまうというメンバーも出てきます。あるものはスキャンダルで、そしてあるものはストーカー被害によって、このストーカー被害で辞めることになってしまった柿崎めみさんという方、僕一番泣きそうになってしまいました。一期生最年少、心細いグループの中で心細い立ち位置でみんなで手をつないでやってきた彼女が、一部の心ない加熱したファンのせいで解明した直後に辞めてしまうこととなってしまいます。ここから未来へ羽ばたく予定だった、もし今いてくれたらどんな姿が見れただろう、これまでの苦労が実ってみんなと紅白に出られたらどんな表情をしていただろう、外番組に呼ばれて憧れの芸能人と共演した時どれだけ嬉しかっただろう、そういった少女のキラキラした夢が儚く失われる虚しさもこの作品の中には含まれています。それでも涙を拭いて突き進んでいくグループなんですけれども、やはり人気になっていくと同時にいろんな原因でまたもや休業してしまうメンバーも現れてしまいます。学校とか職場とか何でもそうだと思うんですけれども、コミュニティを一回休んじゃうとまた参加しようとするとめちゃめちゃ勇気いると思うんですよ。そのまま抜けてしまった方が楽だと思います。ですがこの日向坂のメンバーは休業してしまったメンバーたちが帰ってこれるように声をかけてあげたり、居場所を守ってあげます。過去でメンバーのことに気づいてあげられなかった、脱退によって手を離してしまった彼女たちが今度は手を離さないようにしていく、そういった絆が見てる観客の涙腺を刺激してくると思います。今作の魅力3つ目、自分の名前を見つける物語。彼女たちはひらがなけやきという二軍的な立ち位置で始まり、しかも途中で発足の要因となった長濱ねるさんも欅坂46を脱退してしまいます。がむしゃらにやってきたけれども、その分明確な特徴や存在理由が曖昧なまま突き進んできました。ですがそんな彼女たちの他のアイドルグループにはないもの、それはアイドル競争の中で日陰の存在として誕生した彼女たちだからこそ生まれたグループ内での絆、その絆の深さによりみんなでいろんなことにチャレンジしていきます。冠番組では果敢に大喜利やモノボケ、モノマネ、コント、集団芸と、一体どんなアイドルグループだよと突っ込みたくなるような活躍を見せてくれます。その姿はアイドル好きはもちろん、これまでアイドルを好きじゃなかった人たちや業界の大人の人たちまで注目されるようになっていき、日向に流れる温かい空気感によって生まれるこのハッピーオーラがいろんな人たちを魅了してくれます。そんな彼女たちの濃い濃い影があったからこそ、その反動で得られた輝きのまばゆさが温かい温度を感じるほどこの映画は照らし出してくれます。他のアイドルグループももちろん素晴らしいとは思うんですけれども、日向坂は日向坂の良さがすごく出てると思います。グループ系って特定の推しがいると思うんですけれども、日向坂が一番言われているのはいわゆる箱推し、グループ全体を応援するファンがすごく多いと言われています。グループのメンバーみんなに幸せになってほしいと願わずにはいられない、今の時代だと逆になかなか珍しい希少性の高い彼女たちのその歴史を見て、見てるあなたもファン、お日様としてこのドキュメンタリーを目撃し、いろんな力をもらってみてはいかがでしょうか。あらすじを主に話すような感じでうまく伝わったかは分かりませんが、温かい作品になっていたと思います。こういった形でジャンル関係なくいろんな映画作品のことを紹介しておりますので、よければチャンネル登録、あとは高評価、コメントなどもお待ちしております。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。
最初言ったみたいに監督が TBS の人なんですね。で、映画の一番最後が河原みたいなところでみんなが歩いていくところが映るんですけれども、めちゃめちゃ金八先生みたいで、最後だけねちょっと笑ってしまったんですよね。